東京オリンピック。先日ついに東京オリンピック野球競技が始まり、稲葉監督率いる侍ジャパンはドミニカとの初戦で劇的なサヨナラ勝利を収め、悲願の金メダルに向けて順調なスタートを切りました。ただ過去2大会を振り返ってみると、日本はオールプロになってからの2004年アテネ、2008年北京でいずれも金メダルを逃しています。しかしこの過去2大会と現在の稲葉ジャパンとでは決定的に違う前向きな5つの理由があるんです。というわけで今回の動画は稲葉ジャパンと過去2大会日本代表との決定的な違いをまとめました。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。決定的な違い、現在の稲葉ジャパンと過去2大会の決定的な違いを競技方式、自国開催、対戦データ、韓国の現状、代表常設、これら5つにまとめました。順に説明していきます。競技方式、アテネと北京の競技方式は8カ国が総当たりの予選リーグを行い、上位4カ国で決勝トーナメントを行いました。しかし今回の東京オリンピックでは消化試合がなく、全ての試合がメダルに絡むようにオープニングラウンドで6チームを A と B の2組に分けて1位から3位を決め、決勝トーナメントにあたるノックアウトステージでは敗者復活を含む変則トーナメントを全チームで行います。そのため最低でも4勝3敗で優勝することができ、過去2大会に比べチャンスが多くあるんです。北京オリンピック日本代表の元阪神藤川球児氏はスポーツナビの取材で、最高で5勝0敗、最低でも4勝3敗で金メダルが取れる、開幕時に一番強いのがいいわけではない、たくさんの紆余曲折を利用しながら上がっていく、最後の優勝が決まる日に最高のメンバーがいるのが大事と語っています。自国開催、これは当然皆さん感じていると思いますが、自国開催のメリットは非常に大きいです。環境、北京オリンピック日本代表の GG 佐藤氏は、北京の時は歯磨きをする時も水道水を使うなと言われ、ペットボトルを配られたと話します。中国は工場の排水による水質汚染が深刻で、14年に中国環境保護部が実施した水質調査では、飲料できる水源は中国の水全体のたった 2.8% とのこと。ただ中国に限らず、水道水を飲める国は世界でわずか16カ国しかないと言われています。日本は高度な浄水処理がされており、有害な有機物、匂いが除去されているため、私たちは普段から安全な水道水を飲めることができるんです。自国開催だとこういった些細なことにも気を取られる必要がないのはメリットの一つだと言えます。また北京オリンピックで戦った経験を持つパドレスのダルビッシュ有投手も、日本での開催はメリットだと語っています。相当ですよ、食べるのは日本食で好きなものを食べられるし、環境も気候も慣れている。当時の北京は空気がすごく悪くて、汗もベタつき方が普通じゃなかった。食べ物については、台湾に予選で行った時はひどくて、みんな食べられるものがなかった。北京は割とマシだったけど、日本のようにはいかない。ホテルの部屋も汚いところがあったり、ホームで戦えるのはアドバンテージですね。球場、北京オリンピックの時は球造で作られた球場だったので、芝は根付いておらず、際どい打球に飛びついた時は怪我のリスクがありますし、ゴロがイレギュラーバウンドしたり、突然止まることもあったと言います。また球場建設時、太陽の方角が考慮されておらず、デーゲームで試合をすると強い日差しが球場全体に差し込んでいたため、外野に飛んだ打球が太陽と被り、各国の選手エラーを連発する事態となりました。ただ今回は地元開催、29日以降は横浜スタジアムで開催されます。北京の球場に比べ格段に良い条件の中、試合に臨むことができます。またいつもプレーしている球場で試合を行えるのはものすごく大きなことと、五輪経験者は口を揃えています。応援、自国開催によって日本国民の声がダイレクトに入ってきます。北京オリンピックを経験した現巨人杉内投手コーチは、スポーツ報知の取材で、向こうにいるとそういう情報が入ってこないから、日本でやるということは新聞とかテレビで生の声が伝わってくる、勝てば称賛されるだろうし、負ければ叩かれると思う、国民は金メダルを期待していると思うからね。またアテネ、北京の頃とは違い、スマートフォンが普及し、 SNS などによって応援の声が直に届く環境もあり、国民から後押しを受けている感もあるのではないでしょうか。プロ野球、今回は自国開催のためかペナントレースが止まります。過去2大会は五輪期間も公式戦を行い、中には主力選手が抜けている間に失速し、優勝を逃したチームもあります。オリンピック経験者の中には、日本代表として戦っている間も自チームのことを大丈夫かなと心配したり、チームに戻った時にどこか気まずさがあったみたいです。その点においても、今回稲葉ジャパンに選ばれた選手たちはシーズンが止まるので、オリンピックだけに集中することができます。対戦データ、アテネ北京オリンピックでキャプテンを務めた元ヤクルト宮本慎也氏曰く、アテネの頃は全然データがなく、アマチュアの人や水野の人がデータを取ってきて
きたりしていたといいます。なので癖を見つけるのがうまかった日本ハム金子誠選手に試合前相手投手の DVD を見て癖を見つける作業をお願いしたら初戦金子選手は知恵熱を出してベンチ入りできなかったそうです。北京ではアテネの反省を生かしスコアラーを入れて対戦相手のデータを多く取ってきたらしいのですがデータの質が当時のメンバーからは不評だったようで元ロッテ里崎氏は俺がロッテでしていたミーティングとは違った俺が欲しいような内容は1ミリもなかったほぼ全員インハイアウトローだったと証言。元ロッテヤクルトで活躍した成瀬氏も最初はノートにそれぞれの選手に9マスを書いてイメージした印を書いているのがインハイアウトローしかないと分かってノートを持っていかなくなったと語りました。この北京での反省を生かして稲葉ジャパンでは元中日岩田コーチら分析班を海外に派遣し各国選手の偵察分析を行わせプレミア順位の時は先乗りで調べさせたといいます。また SNS の普及により以前よりも他国の選手の情報が収集できるようになったことで個人レベルでも必要なデータを集めれるようになったのは大きいと考えられます。韓国の現状日本の最大のライバルといえば韓国北京オリンピックでは準決勝で日本を破りその後金メダルをつかみ取りました。当時選手として屈辱を味わった稲葉監督も韓国を倒さないと日本の金メダルはないと口にしています。ただ現在の韓国のレベルについてダルビッシュ投手はサンスポの取材でこの十何年投手に関しては伸びていない投手のレベルが上がらないと打者のレベルが変わらない今の日本だったらいけるんじゃないかなと思います。韓国と日本の戦力という点で2007年とか2008年のような感じではないと語っています。代表常設アテネ、北京の頃は代表が常設されておらず大きな国際大会の時だけ調子がいい選手が招集されるいわば寄せ集めのチームでした。ただ2012年から日本代表が常設されてからは国際大会がなくても毎年選手を招集して他国と強化試合を行っており今のプロ野球選手は当時と比べより日本代表が近いものとなっておりチームとして洗練されてきています。また侍ジャパンのチーム作りもその時調子がいい選手の寄せ集めではなく長期的な目線でチームを作っていると言います。侍ジャパンの井端コーチはこの4年間でいろんな試合にいろんな選手を呼んでいい選手だけど国際試合に対応できるか判断している特に野手と語っている通り今回の侍ジャパンのメンバーはこれまで稲葉監督の下でチームを作ってきた国際試合の経験が豊富なプレミア12の選手が中心です。過去の苦い経験アテネ北京では金メダルを逃した苦い経験があります。あえて2つの教訓を挙げるならいつもと違う守備位置上です。いつもと違う守備地北京では西武 GG 佐藤選手を本職のライトではなくレフトで起用し後の野球人生に大きな影響が出る失策を犯してしまいました。上また星野監督は準決勝で2つのエラーを犯した GG 佐藤選手を佐藤の野球人生をダメにしたくないからチャンスを与えたいという温情でアメリカとの3位決定戦で起用し再びエラー。またこの大会調子が悪かった中日岩瀬投手を変わらぬ信頼で準決勝の大事な場面で登板させ韓国イッスンヨプ選手に勝ち越しツーランを浴びるなどメダルを逃す原因となりました。個人的にこれらの苦い経験思いをしているのが一番の強みだと考えます。今の代表選手は当時の光景をテレビで見ていた子供たちが中心で稲葉監督は当時の選手です。サムライジャパンチャンネルでのインタビューで稲葉監督は北京オリンピックの経験を生かしていきたい部分について質問されやったことないポジションをやってもらうということは極力避けたいと思っています。北京の時も GG 佐藤くんがレフトあまりやったことなくて守ったりとかもちろん試合の終盤になってきてどうしてもやってもらわないといけない場面があるかもしれませんけど極力やったことないポジションはやらないと語っています。過去の苦い経験が今回東京オリンピックで生かされることを信じています。というわけで今回の動画は以上となります。これからもこのような動画を上げていきますのでぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。新たにサブチャンネル Twitter も開設しましたので概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。